新選組への潜入を決意した龍馬。二番隊隊長長倉新八との激闘の末、龍馬は入隊に成功する。そしてついに姿を現す天然理心流を操る新選組の大幹部たち。事件の真相へ一歩近づいたかに見えた龍馬。そこへ現れた新選組副長土方歳三。この男が龍馬の人生を大きく動かす。新選組三番隊隊長斎藤はじめ、龍馬のもう一つの人生が今始まる。副長。近藤局長は Chief Kondo currently has other matters to attend to. またですか。Hmm. 今じゃ新選組も大使千人を抱える。その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのは。伊藤Kashitara Advisor 通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が。I feel like the chief's dead and Hijikata is really running everything. これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な一戦もあるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは三本。いっそのこと、新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな、鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ、部下も己の命を張る気になるっちゅうもやないですか。強さこそが新選組のなら、隠れてこそこそやっとる人間より、局長にふさわしい人物。君の言うふさわしい人物というのは、いや、そうか。私にはそう。伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた気、伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には、ハッ、ダイム、calling him out。You need to control your bias。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからも。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。ま、伝えられるならの話ですが、ね、どういう意味ですか。ああ、いや、これはあくまで噂ですがね、実は局長と根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら
入隊時に一度お会いしたっきりですからね。局長の不在をいいことに土方さんら元司令官の方々が新選組を私物化しようとして、なんて実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやいや、そんな状況なわけです。よろ、もちろん。いつまで小難しい話してんねん。また遅刻か。お前らのつまらん話聞くくらいなら寝とった方がよ。それより新隊長様はまだ来てへんのかいな。遅刻。もうすぐ来るはずだ。It's me. To the Shinsengumi base I go. Kitana, Kochira,総理。ああ、はいはい、揃ったな。みな、三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君。 Introduce yourself to the class. 三番隊隊長の斉藤はじめです。以後お見知りおきを。三番隊隊長だ。こいつ昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そんな奴に隊長の座任せちまっていいんですかね。谷三十郎 the seventh captain。 斉藤は俺と総司が立ち会うて実力を認めた。それやったら不足なんか谷。ずいぶん肩を持つじゃねえか長倉さんよ。いくらもらったんだ。え、それとも女か。お前と一緒にすんなよ、ゲスが。相変わらず堅物だね。俺たち今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもええわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんが、隊の訓練が控えとるんで。5th Division, Takeda Kanryusai. Tai no Kunlen, ne? Nani wa roton nen, Sanosuke? Yeah. Sasuga Koushu Ryu Gungaku wo osameta Takeda san da. Kawatta Kunlen shite rasharu. Kono mae mo anta n toko no Taishi ga gujitte mashita yo. Taichou sama no ai ga kowai tte.心も体も教育するんがわしの信条や。なんなら踊れも味わってみるか。本部会だぞ。余計な口を開くな。 6th Division 井上源三郎。佐野助、隊長のお前がそういう態度を取っているから。 It's cool to see all these characters again as well. 口をつつ。 Pretty neat. Hey.And then we have the Like a Dragon character there. Saito君には明日から任務についてもらう。松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が。
隊長になって日が浅い者同士協力してやれ。失礼ながら副長、私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。私がどれだけの苦労をしてこの座に着いた。松原君、私はお願いしているのではない、命令しているのだ。はいはい、じゃあ俺が教えますよ。こう見えて教えるのうまいんですよ俺。いいでしょ、土方さん。トロヘイスケ、トード、チッ、日和見だお前は。あは、ひどいな松原さん、助け舟出したのに。どうです、土方さん。いいだろう。では斉藤君の件は平助に任せる。了解です。じゃあ明日。それともう一件、先般タイ脱走の罪で身柄を捕らえられていた総長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩大気に基づき切腹に処した。切腹？山並さん殺しちゃったんですか？どういうことすか副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。But he didn't commit seppuku. They killed him. 俺らって、佐野助さん、司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか？うるせえ！俺は何年も前に一度、近藤さんの手ほどきを受けてんだ。心は司令官よ。とにかく、タイを脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。山並はそれを承知した上でタイを離れた。だから殺したまでだ。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平山十助の平山五郎 and 十助。ハットに例外はない。裏切りは死。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。No one is exempt from that rule, I guess.我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊、さらなる働きを期待する。以上だ。いつもこんな調子。局長の近藤がいないのもいつも通りか。ああ、伊藤も言うとったが、とっくに死んどるんやないかなんて噂が立つのもまあ無理ないわ。そうか。長い道のりになりそうだ。
斉藤さん。お前は。トロ。東堂ですよ。どう。仕事の説明は明日からじゃなかったのか。それとは別件でして。Oh, is that the garbs? 新選組名物、浅黄色の羽織です。しかもこれは隊長の。明日からこれ着てみてくださいね。隊長としてパリッ。じゃ、お疲れ様でした。He's so nice. Thank you, Toto. Don't I have a room? I thought I had a room here. Or no. My work with the Shinsengumi starts tomorrow, but I turn in at Teradaya. あ、お前ちょっと待てよ。話があるんだよ。こんちくしょう。そのまま走ってどっか行っちまえ。
That is the priest. そう言われます。この子がいくら頑張った。それだけは。Oh wait, that's Haruka, right? Is that home I grew up in? だったらどうやって払うってんだ。君みたいな若い娘が。とにかくこのまま払う当てが見つからないな。そろそろ荷物。やっぱりダメか。いいんです、神主さん。いや、これくらい。君のご両親とは。しかし借金を払う。おい、どうしたんだ。揉め事か。あ、そ。Look at him. Oh my God, are we gonna have a cutscene?なるほどな。事故で死んだ親の借金100両を払う当てを探さない。うん、だけどこんな若い子を一人で路頭に迷わせるわ。それにこの子にとってこの家は特別に大切な場所みたい。そうなのか。あ、はい。この私は生まれてからずっとこの家で育ってきました。うちは貧乏だったけど、お父さんもお母さんも優しくて、ここはそんな家族との思い出が詰まって、両親が亡くなった今、このそれに両親の借金も元はといえば私のせいなんです。どういうことだ。私幼い頃珍しい病気だから、うちの借金は両親のじゃ。私が病気にならなければ借金もなかったし、この家を失うこと。それは違う。親が子供のために尽くすのは当たり前だ。それはお前の責任じゃない。それにお前がそんなことを言ってるのを知ったら、天国の親御さんたちも悲しむはずだ。自分を責めるのはよせ。事情は分かった。要はこの、あ、うん、一つ頼みがある。え？ Am I gonna buy the house? It's a nice house. Not gonna lie.ちょっと。ああ、確かにな。え？さっき言っていたよな。この、うん？なら。え？え？わからないのか。え？え？そりゃありがたいけど。いいの？借金100両だよ。ああ、だが俺、一つ目の条件だ。で、そうだ、たまにはこうした田舎でのんびりと。なるほど、確かに野菜作りや料理もできるから。え、もう一つの条件だが、お前、俺にはまだ今日の町でやらなければいけないことがたくさんある。だからお前にはこの家に住み込みで、そうすればお前もこの家と離れずに住む。な、まあ俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃなら、ただ悪い話。本当にいいんですか？ああ、確かに少し。ありがとう。
決まりだな。やった。そういえば自己紹介。ハルカと言います。It's Haruka. Her name is like actually Haruka. じゃあこれからよろしくな。はい。So nice meeting Haruka. Second home. The traveler at any time speaks to the ferryman at the south.Jesus. Cool.Trade ledger.斉藤さん、一
ってらっしゃいませ。Oh, adorable. Ah, Haruka. Just a little. Oh, hi. Nanitozo, o kiyo tsukete. Kato. Eh? Haruka no ore no taido da. Kore kara. Oh, hi.わかりました、斉藤さん。どうするか。ひとまずその斉藤さんという呼び方を。え？あ、はい。では。そうだな。はじめちゃん、さちゃん。はじめ、はじめちゃん。Let's just はじめ。はじめさん。あだ名で呼ばれるのもいまいちピンとこないしな。となる。おじさん。確かに、なんかすごくしっくりきます。あんこはじめ。まあ、もともと、老け顔だからな。実際の年はまだ、おじさん。あ、ごめんなさい。失礼でしたよね。いや。言い出したのは俺だし、カマは。お前が呼びやすければそう。はい、すごく呼びやすいです。ならそれでいい。これからはもっと打ち解けてくれ。あ、はい。はいじゃない。運で。うん。行ってらっしゃい、おじさん。俺が分かった。何でも長崎に通らないもんが入ってきたらしいで。毎度おおきに。あ、トーセー。What's up? あら、おかえりやす。三番隊隊長。意外とお早いおかえりど。今日はか。それにしても、ほんまに入隊した。何言うてんの。給料もらう前に死んでも、きっちりお代をいただくまでは。相変わらず。それは。タイのハウルだ。明日から。ああ、朝。ほんなら、竹直しといてあげるさっかい。貸して。
悪いな。気にせんといて。お代はちゃんといた。おりょうちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから。すそ。おりょうちゃん。いやどす。Oh, she pissed. いやって。なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。A sheep in wolf's clothes? はじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。おりょう。Damn. 人斬りなんて大嫌いや。ちょっとおりょうちゃん。あかんかった。あいつ、あの子な、父親がバカ。そうなのか。親御さん金の、それで人斬りってものに敏感に、まして好きな人が人斬りになるのは好き。 Oh god, she's into him. Oreo has feelings for me? いや、き、はぁ、に男やね。おりょうちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかる。She goggles at you? こりゃほんま難儀やね。さあ、おりょうちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは。そう言っても鴨川とかちゃう。鴨川か。I gotta go be sweet to her now. Ugh. But I'm kidding you. I don't know how to be a ladies' man. Oh, yeah, that's not my business. You guys enjoy. Oh, no.Damn it. Stabby stab. Alright, I need you to move. Wait, what did I do? Oh, okay. Wait, what's going on? Shut your mouth already. Wow, rude ass. Sounds like trouble brewing.Golden Sneak.
なさい。反省してます。Oh, it's not these assholes again. The dancing people. Y'all better be sorry. Yeah. That was kind of you, Samurai. Thank you. Yeah.父親のことをお上から聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入った？お金？偉くなりたい？それとも人を切りたいだけ？いや、どれでもない。せやったら、なんで？俺が新選組に入ったのは、
ある人を探すためなんだ。人探し？ああ、俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならない。それには新選組に入るしかなかった。はじめさんは人探しなんかのために新選組に入って大勢の罪もない人を斬るっていうの？確かに一番の目的は人探しだ。だが俺は三番隊の隊長というそれなりに影響力のある立場を任された。この立場なら新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない。少なくとも三番隊くらい。新選組が人を殺さないように？Of course. それでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないかな。でも私みたいな目に遭う人は減るかもしれへん。ああ、そうなるといいと思ってる。さあ、もう店に帰れ。おかみも心配してた。はじめさん。And with that, I should head back to Teradaya. I don't know what's happening there, but it's not my business. This is strictly, more or less story related. I'm probably gonna be playing this game again, on my own time. But for now, we're heading back. I'd like to get through chapter 4 in this episode. I mean, I don't think I will, but I'd like to try. Come on.
ここにあるもんみんな新鮮。いらっしゃいませ。Oh, I don't know. I didn't talk to you. おかえりやす。お寮はもう戻ったか。ええ、はじめさん、意外と女の扱いがうまいんですな。ちょっと見直しました。俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな。I mean fair。さあどうやろ。あ、そうや。はじめさんが出かけてる間にね、あんたに会いたいって人が来たんやったわ。俺に？どんなやつだ。どんなって言われても、ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐の。でな、その人清水寺に。そう、そもそもいつ帰ってくるかは構わへんから、そう伝え。それにしてもあんたにお客さんなんてめ。さあ。 Oh shit, Tosan accent. Maybe it'sMy bro? That or he sent Izo again. Head to Kiyomizu Temple. Damn, that's far as hell.Oh, guys! I was trying to help y'all out. I'm busy. Jeez.Got a whole ass mace. Wait, these are the sneaker guys. These are good to kill. I would gladly murder him. Bitch.Gold chunks. Hell yeah. Those are rare.
Busy. Ooh, hello. Incapacitated man. Oh, this is a quest. I thought that you can have the all-purpose medicine. I thought he was a part of the main story. Jack Man increased. タケチハンペーターを追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おい、シェッ。まさかこんなところで抜きじゃねえだろうな。俺を呼び出したのはお前か。トサローニン、中岡慎太郎だ。I'm a Tosa Ronin。坂本龍馬さんよ。Samurai of Tosa。This is Isn't this the detective? Nakaoka Shintaro. So, Tokyo no Nakama Togasa. Takechi o Terutenoa. Do you got it? Dareto Mushiranayas no Yubidashi no Gonoko Detectanda. Jigan Arndaro. Choto Nagabana Shinskiatomaze.中岡と言ったな。吉田東洋様の付き人だ。正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえ。おやすさんの。おやすさんか。あの時もお前東洋。あの時だ。東洋様が殺された時だよ。あの時。あの場にいたのか。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに来た。そしてあそこにいたのがお前と竹ちゃん。何？役人が駆けつけた時、あそこにはもう俺しかいなかったはず。言っただろう。俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに。だが東洋様を殺した奴だけは許せねえ。で、
本人を目の前悪いな、今のは冗談だ。た、どういうことだ。俺は真の犯人は別、うん、よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何のと、脱藩浪人として故郷にも帰れず京で名を隠して生きなきゃならない。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。じゃああんた、竹地半平太だ。 What? 竹地半平太、そして土佐藩の賛成だった東洋様が生きていれば、That makes sense. ここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得したやつが他にいるか。だがまさか、絶対に違う。なあ、We don't know the lengths of what he would go to be honest. ああ。で、やつを嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがね、あんたは大事なものを見落としてる。なんだって？あんたらが駆けつける前に、もう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ。そいつがおやすさんを切るの。犯人はそいつだ。実はな、俺もあの事件の真相が知りたくて、その男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやら、今度は。It's gonna be a long story. なるほど。だからあんた、ああ、そこまでヤバい橋を渡ってんだ。山並圭介と長倉新八は覆面新選組に入って掴めたのは、いや、入隊しても、だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きず、だからよ、坂本さん、俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか？ああ、よし、なる。Uh-oh. あいつらは。やべえな。土佐勤皇党だ。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃しても、ま、確か勤皇党の邪魔をする人間には消えてこっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもん。たく気にすんな。全くかん、オンに切る。Let's fucking go。二人まとめて八の巣にしちゃれ。Break through the ambush。Horrible ambush。Oh, I guess we gotta keep going. Okay. Oh shit. Big ambush.
Sakamoto, guns, quick! Hide behind those stone lanterns! Well, in gunman style, holding R1 and pressing square will allow you to shoot while moving. Okay, let's go! Ow! They're reloading! See? If you scream loud enough while you're attacking, the bullets don't hurt you. As I heal myself from being hurt super badly. Alright. Suga and a bunch of other dudes. Ow. Face stab or chest stab, it's fine. Same thing. Death be with you. Bitch. Keep on going. Shit, a gunnery unit. They're reloading. Oh, it's a hammer, bro. Hello. Okay, hammer, bro. Yeah, first. Jeez. Pain, man. Ow. Fucking hell, dude. Suck it. Sakamoto style. さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大した腕だ。いや、あんたも案外やる。まあ、今後、これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互い。分かった。いや、竹地の方はいい。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。ちょっと待って。竹知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿。それはまず大殿の山内陽道公。このお方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持つ。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまでいいな。ああ、その陽道公が江戸にいる間、
土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽動公はその大殿が。さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たち、陽動公から見て愉快じゃねえのは確かだ。1年前、陽動公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐勤王党にとってはまずいことに。そいつは陽動公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ。ああHe right though. I've entered the den of a bunch of monsters. All right. The story thus far. Okay, so that's the end of chapter 4. Leave a like, guys, subscribe, share with a friend. Hope you guys enjoyed, and on the next part, we will start chapter 5.